Welcome to シルビチャンネル。どうも、シルビです。今回もウォーサンダーをやっていきます。空軍バトルでございますね。空戦バトル。で、今回ね、このマップは前回何回かやったことあるんですけれども、海軍ですね、海がメイン、かつ、なので、いきなり爆撃機ではなくて、爆撃うまく当たんないんで、海の上。ではなく、相手の空戦力をですね、制空権を取りましょう。これはね、ここを支配するために着陸しなきゃいけないですね。あ、止まれない。ダメっす。あ、でも一人取れましたね。素晴らしい。いやー、この子はね、ものすごい正当性があるんですよ。まあ、脆いんですけどね。だから動きやすい。あとは、服用機なんですけど、服用機はものすごい脆いんで、超動けるんですけど、ちょっとこのラインの戦場では厳しいかなというのが正直なところ。狙われてる子をね、さらに後ろから狙う。助けてあげるのも兼ねるんですね。そうすると敵嫌がるんで、一石三鳥ぐらいになるんですね。で、こうすると敵、ね、味方を助けつつ、敵に致命的なヒットを与える。あそこから先はね、敵の制空権なんで無理はしない。これ大事です。倒せるときと倒せないときをしっかり見極めないと、まあ、戻ったとき戻りゃいいんじゃねえのって話ですね。やっぱ上にいたか。なんか近くにいるんだけど、当たりましたね。くるっと回転。オッケー、いい感じ、いい感じ。ちょこちょこ当たってますね。これは慣れですね。ちょっとした先読み。倒したようです。で、今リロード。で、オイルの温度がちょっと上がってきてるんで、ブレーキをかけて、オイルの温度を下げまーす。それでも飛べるんでね。ギリギリかわしい。危ね。あのね、チキンレースは私は付き合わないよ。もう散々ね、バカす、突っ込んできてやられてるんで。お互いがね。引けよ、みたいな感じ。ヨーリングスピード、スーロー。オイルのスピード、オイルを下げたかったんですけどね。こっち側で敵が着陸しようとしている。あれは阻止しなければ。着陸できなかった系ですね、はい、失敗した。ちょっと早すぎました。
なんてことでしょう。空で戦える機体があんまいないもん。まあ、いっか。ハヤブサ。なんということでしょうですね。まあ、だから、あのね、一人でね、どうにかなるゲームではないので、制空権を意識しつつ起きてますね。やればいいと思います。2.7 とかいますね。高いですね。ランクが。これランク1の、ランク1なんですけどね。私はランク1、相手はランク1じゃないかもしれないです。1から2の戦闘に入るっていうんで、まあ、そろそろ2にデビューしてもいいのかなという感じでございますな。なんか、ここもね、敵が、こう、終わった。上位機種を使ってるとね、私も使いたくなる。使ってみますか。次ぐらいでじゃあ上位機種。持ってる10爆撃機、あ、10戦闘機があるんで、使ってみましょう。ね、こいつ。じゃない。あ、いるいる。そう。KI-45。だから。重戦闘機、行ってみましょう。次回はね、こいつをちょっと徴用してみよう、投与してみようかなと思います。そんな感じでございました。最後まで見てくれてありがとうございました。ウォースサンダー、次回お楽しみに。